今日はですね、ラ・ブルゴーニュの、ワイン会やっと復活したって感じですね、6周年記念も兼ねて、まあ、DRC 含めた、3本のエシェズを飲んでいきましょうみたいな感じで、まあ、この後ワイン会をやっていくんですけど、その前に、まあ、テイスティングっていう形でちょっと、YouTube 撮っていきたいと思います。で、今日飲むのはフェブレのエシェズを2017年アンオルボーですね。あとグロフレウルエシェゾー、2015年ですね。まあ、これは、レ・ロワショーズっていう畑ですね。で、あと DRC のエシェゾーは、これはモレ・サンドニっていうとこと、プレレールっていう畑の混ざったっていうやつですね。で、まあ、この3本を飲み比べていきたいんですけど、まず飲む前にちょっと予想なんですけど、まず、このフェブレですね、アンオルボーからいきたいんですけど、まあ、気になるのは、まあ、ちょっと畑の位置なんですね。で、アンオルボーっていうのはもうシャンボルミズニーの、グランクルミズニーの、隣ですね、南側になりますね。で、その、隣が、DRC のプレレールっていう感じのところで、で、イメージとしてはなんか、まあ、エシェゾっていうとなんか赤い果実の雰囲気がバーンとくる濃厚な感じだと思うんですけど、僕のイメージだとしては、まあ、そのあれですね、ミズニーから来るコンプラシアン石灰岩のミネラルが強いので、まあ、その辺どうなのかなっていうところですね。で、あと、まあ、樽のあたりとしては浸濁率が 65% で、発酵タンクも木樽っていうことですね。で、あとマロラティック発酵してて乳酸も出てくるのかなみたいな感じで、まあ、ちょっとこの辺も気になるところです。で、まあ、ヴィンテージ順にちょっと飲んでいきたいので、その次がグロフレールのエシェズですね。これはレ・ロワショーズっていう畑なんですけど、2015年を飲んできます。これはベルナールグロですね。今息子さんの晩餐グロに変わっちゃったんですけども、ベルナールの最終モデルですね、2015年。で、こちらの方も収穫量を抑えてて、1本の木から8房って書いてありました。で、ベルトランジュのオークダル 100% ですね。で、グロフレールはもうずっとグラスワインでボーヌ・ロマネ存命をずっと飲んでるので、まあ、それをどのぐらい上回ってくる官能的なものがあるのかっていうのが、まあ、ちょっとこちらとしてはポイントなのかなみたいな感じですね。で、まあ、最後に2002年の DRC ですね。で、畑は、まあ、先ほども言ったんですけど、プレレールと、まあ、クロサンドニーの畑が混ざってるっていうことで、これ2002年なんですけど、16,400本作ってて、なんとこれはサントリーじゃなくてカリフォルニアから入ってきてるこういうタイプで、831番ですね。で、あと、まあ、減りですね、状態がとてもいいですね。もうほとんど液面が下がってない状態ですね。で、まあ、当然密閉率も良くて、まあ、いい感じで熟成していくといいなって感じですね。で、こちらの方も収穫量を抑えてまして、まあ、1本の木から5房って書いてありますよね。2本残して5房だったかな。で、1本のボトルを作るのに3本の木がいるらしいですね。で、まあ、これもエシェゾなんかは、まあ、以前飲んでるイメージからいくと、まあ、赤い果実の大きい塊がドカンとくるようなね、圧倒的な凝縮感があって、まあ、あと、まあ、当然複雑味っていうのもしっかりついてきてて、まあ、まあ一回り大きいのかなみたいなスケールで来てくれるといいなって感じですね。で、あと、まあ、2002年なので、どこまで熟成があって、まあ、赤い果実がしっかりあるのか黒果実になってるのかみたいなところもちょっとポイントかもしれないですね。で、またそういう形になりますので、早速飲んでいきたいと思います。はい、それではですね、もうちょっと続いちゃったんですけど、今日はですね、ちょっと皆さん来る時間もちょっとバラバラっていうことで、コラバンでちょっと開けてご用意させていただくって形ですね。はい、じゃあこれなんですけど、で、まず香りからちょっとテイスティングしたいと思いますね。量が、まあ、今日はこれ70ですね。これダブルサイズで、こちらが 35cc ですね。で、今日は 35cc の20杯取りみたいな形の企画になってます。そうですね、そうですね、やっぱりちょっと
まあさっきも言ったんですけど、コンブランシアン石灰岩っていうかミネラルがやっぱりちょっと強いかもしれないですね。でまあお花的にはやっぱりまあスミレかな、バラ、うん、バラスミレ、うん、ちょっと鼻にキュンときていい心地いい感じですね。でまあシンダルの、まあ、65%、 まあそうですね、ヒノキ、ちょっとそういうウッドなね感じもしてきますよね。はい、でそうですね、赤果実がやっぱり7割ぐらいなボリューム感なのかな。そうですね、フランボワーズ、あとチェリーですかね。でちょっと甘い心地いい香りがふわっときてます。そうですね。でまああとまあスーボアとかアニマルっていうところはまあそこまでは感じないんですけど、ある程度そういうまあキノコだったりとか腐葉土だったりとかまあそういう、なんですかね、そういうボリューム感っていうのは当然あっての果実感みたいな感じですかね、バランス的には。はい、ちょっと飲んできたいんですけど、タンニンがしっかり強いですね。でまあ酸もしっかりきてて、まあ果実の凝縮感的に言ったらちょっとやっぱりミネラルが強いんで、そこまでうわっていうイメージじゃなく、まあ思った通りかなって僕はそんな感じですね。まあ、なんかやっぱり水にグランクリューみたいなちょっとスッとしたようなイメージなのかなっていう、まあやっぱりしょうがないですよね、あの世界が強いということで、まあこういう形のスタイルなんじゃないかなと思います。ストレスなく入ってきますね、やっぱりグランクリューっていうね、感じです。はい、じゃあそれではですね、まあ、グラスもいろいろありますので、ソムリエグラス、ザルトをちょっと入れて、まあ、その辺グラスの違いによるものってどんなものかなっていうのをちょっとやっていきたいと思いますね。ソムリエ、ソムリエグラスはやっぱり開いてるんで、そうですね、このボリューム感からいくと飛んじゃうのかなみたいな感じですけど、まあ一回ちょっと香りがないですね思った通りでしたそうですね、確かに、まあ、逆にザルトの方がキュッと締まってて香りが溜まってくるかもしれないですね。じゃあちょっとザルト、ザルト、ステムが細くてキュンときますね。そうですね、ちょっと華やかさが欠けてますね。やっぱりちょっと絞られすぎなんですかね、やっぱりこっち開きすぎ、こっちは絞りすぎで、結構腐葉土が出てますね。果実のふわった、まあ、先ほどこちらウィングスの時なんかだと華やかな感じがすごい良かったんですけど、まあ、どっちかというとちょっと腐葉土が出てるって感じなイメージですかね。ちょっと土っぽい、湿った土だったりとか、本当ですね、ちょっと果実感がかなり損なわれてる感じですかね。まあ、ちょっと飲んでみて、そうですね、若干飲んでみても酸がちょっと強い感じがしますので、やっぱりそうですね、ウィングスが一番最適じゃないかと。あ、すいません、美味しいですはい、じゃあそれではグロフレールの方ですね、ちょっと香りからいきたいと思うんですけど、そうですね、香りはまあ先ほどと一緒のように、まあバラスミで、まあ杉ヒノキみたいな感じから、まあ赤い果実、まあ赤い果実の、やっぱりでもやっぱり果実のボリューム感があるんで、まあさっきの赤果実7っていうよりもやっぱりまあでも64くらいかな。で黒果実の、まあ、ブラックベリーとかブルーベリー、
まあ、ダークチェリー、なんかやっぱりちょっと黒っぽい感じっていうのもしっかりあるんで、やっぱり果実のボリューム感っていうのがやっぱり凝縮感ですね、香りにもブワーッと出てきてますね。で先ほどよりもやっぱ方向性が強いんで、まあ、この辺ぐらいでもブワーッと、もうはっきり言うとこの辺実は全部香ってるんですよもうすごいことになってます。であと、まあ、先ほどのなかった、まあ、スーバーですね、スーバーアニマルっていうところなんですけど、まあ、この辺もやっぱりそうですね、ちょっと湿った土、腐葉土、そうですね、やっぱりトリュフ、キノコみたいなイメージですね。まあそうですね、まあ細かいこと言うとなんかコーヒー、シナモンなんかも入ってるかなと思うんですけど、まあざっくり言うとまあ腐葉土みたいな感じですかね、はい。でアニマル的にはまあ赤肉地的な感じかな。まあそこまで熟成はやっぱりしてないんで、そのアニマルうわーって襲ってくるってことはないんですけど、まあもうこんだけあれば十分ですかねみたいな、はい、はい。でまあ実際飲んできたり、そう濃い、あ、濃いですね、うん、やっぱりさっきの2倍ぐらいやっぱり濃いですね、凝縮感がグワンときて、なんかやっぱりちょっと赤い果実食べ、なんか果物的な感じだよね、液体をちょっとオーバーしてるみたいななんかそんな余韻がすごい長いです、ね、そうですね、余韻も長いし口の中でふわーってくるし、ね、そうですね、そうですね、酸とタンニンのバランスっていうのが絶妙にいい感じですね、なんか強いって感じじゃなくてふわーっときて長い感じですかね、そうですね、やっぱりちょっと旨味がだし汁っていうか、ああうまい、でもやっぱり下にも絡んでくるし、すごい絡む、そんなキュンとは来ないですけど、じゅわ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 みたいな感じがね、たまらんですね、はい、まあこんな感じですかね、はい。あと、グラスの方をちょっとまたさっきみたいに変えていきたいなと思って、はい、いやこれだったらねソムリエでもいけるかもしれないよ、どうでしょうか。ちょっと残念ですね2分の1以下みたいな、そうですね、確かに2分の1、じゃあザルトの方で、やっぱりちょっと、そうですね、やっぱ果実が消えてしまいますね、やっぱり細いんかな、ふわっと開いてない分、やっぱりふわっと赤い果実がやっぱり飛んでるような気がしますね、ちょっとパフォーマンスとしては残念かなって感じですね、ちょっと香りも弱くなってるような気がしますね、ですね、なんか本当に果実がちょっと消えちゃって、そうですね、やっぱりピノエセソだったらやっぱ赤い果実の方もね、さっきの、ウイングスで飲んだ感じみたいな、うわって、ね、全然感激とか全然違うって、ね、申し訳ないんですけど、はい、まあ、実際はこんな感じになっちゃいますね、ちょっとだけ飲んでみようかな、そうですね、ちょっとボリューム感もなぜかやっぱり、ここのね角度がすごく、ここ全然入ってこないんですよ、この辺、この辺で入ってきたんですけど、流れる角度が多分早いんで通過してっちゃって、その味わいがちょっと半減してるかもしれないですよね、はい、っていう感じで、まあやっぱりウィングスかなみたいな感じですね、戻ってきますね、あ、いいですね、あー美味しいそれではですね、DRC のエセゾ2002年っていうのをちょっと、はい、見てきたと思います。まずはまあ香りからですね、まあ
当然のように生きててよかったっていう、まあブルゴーニュのやっぱり頂点っていうところなのかな。うん、まあ先ほどよりもグルフレールよりもフローラルな香りがうわーっときますね、バラ摘みで、うん、でやっぱりまあシンデルのはちょっと控え気味なのかなみたいな、ヒノキなんかやっぱりちょっと後から来るのかなみたいな感じですかね。でまあ赤果実黒果実はまあ半々ぐらいな感じなんかな、やっぱりもう熟成してるんでもう赤果実がだいぶ落ちてって、ちょうどでもボリューム感が五分五分ぐらいなのかな、フランボワーズ、ラズベリー、うん、カシス、あでもふわっと甘い感じでなんかいい感じです。うん、そうですね、まあ、当然のように果実感あるんでブラックベリーとかね、ブルーベリー、ダークジェリーなんかもしっかり入っててバランスが 半分半分なのかなみたいな、うん、でまああと粒はまあ系でいくとまあそうですね、キノコ、湿った土、腐葉土、あとまあちょっとそう紅茶的なダージリンだったりとか、うん、うん、まあそうですね、オリエンタルスパイスのシナモン、クローブ、まあコーヒーにちょっと入ってるのかなみたいな、まあうん、そうですね、やっぱり熟成感も少し感じるんですけど、全然熟成で落ちてるっていうのはもう全然ないですね、うん、もうバランスとしてこれがいい感じかもしれないですね、うんうん、でアニマル的にはまあ血生臭さもやっぱり鉄分、うん、うん、そうですね、赤肉地なのかな、だからちょっとやっぱりこう濡れた皮とかそこまではいかない、うん、その熟成、まあ、若干あるのかな、うん、なめしが少し入ってるのかなぐらいの熟成度なんで、もう全然20年でもう全然健全というかもうバリバリですね。でもう液面も全然減ってないし、もうエチケットからもう完璧な状態なんで、いい感じのバランスなのかなって感じですかね、香り的には、はい、じゃあ実際甘い感じなんですよ、酸とタンニンが、まあ、さっきよりやっぱりちょっと 1.5 倍2倍ぐらいボリューム感あるのかな、余韻長いですね、長いですね、ね、なんかね、やっぱり球体的なまろやかな感じがありますね、ちょっと包まれるような酸だったりとか、うん、タンニンだったりとか、うん、そうですね、やっぱ旨味しっかりありますね、で、まあ、当然下にしっかり残ってくるし、うん、そうですね、ツルツルっていっちゃいますね、これね、ストレスがないんで、はい、これもしこれじゃなくてブラインドで飲んで美味しいねって言ってもうわーって言ったらなんてよろしいじゃんみたいな感じでもうキャーみたいな感じになっちゃうのかなみたいな、なっちゃいますね、なっちゃいますね、ちょっと、うん、うん、やっぱり酸が美味しいですね、果実と酸の、うん、まあ、タンニンのね、うん、そのバランスが絶妙にキューンときますね、キューンと今来てるんですよ、こういう感じキューンってね、来てる来てるみたいなね、うん、そうなんですよね、いや、ちょっとすごいな、まあとてもエレガントですね、粗さがないですね、はい、やっぱり、まあ、この辺がボーヌロマネの特徴なんでしょうかね、やっぱりジブリだとちょっと粗さみたいのがあるんですけど、やっぱりロマネはやっぱり本当になんか洗練されてて、うん、エレガントでもう体の中にうわーっと溶け込んでいくようなね、うん、イメージがすごくあるんですけど、まあそれの、まあ、頂点クラスなんですかね、うん、うん、素敵ですね、うん、素敵な飲み物としか言いようがないみたいなはい、そんな感じです、うん、はい、じゃあまたグラスの方を変えていきたいと思います、はい、まずその理由から、どうなんですか、昔はウィンクスがない時は DRC はもうソムリエで飲んでたんですけど、うん、やっぱちょっと開いちゃいますね、うん、うん、
昔はこれでも結構納得して、やっぱりソムリエグラスで飲む DRC はもう最高だなんて言ってたんですけど、やっぱり今はもうウィングスですね。やっぱり時代の流れが、なんだかな、なんかパリ万博かなんかで1960何年かとか、なんだったっけ、ちょっと後で調べてみますね。やっぱりちょっとその当時では画期的なグラスだったんですね。パリ万博に出したみたいなことが書いてあったような気がしますね。ザルというどうでしょうか。ザルとステムが細い。やっぱちょっと土っぽさ感じますね。そうですね、ちょっと 酸が強くなっちゃって土っぽさがやっぱり出ちゃいますね。まろやかさがちょっとだいぶない感じですね。やっぱりちょっとこうなってるイメージもあるんですけど、やっぱりちょっとシャープな感じになっちゃいますね。そんで、まあなんだろう、赤い果実がパンと飛んじゃうみたいな感じですね。やっぱちょっとこうやって開いて、まあやっぱり、ウィングスがやっぱり一番いいですかね。リーデルを宣伝するわけじゃないんですけど、やっぱりリンゴスが、そうですね、ちょっと弱めのワインでも全然わーっと上がってきますし、まあ、こういう強いワインでもやっぱりこう、やっぱりワインなんだろうね、やっぱり 100% しっかり出てくるって感じですかね、はい、ワインのこの液体の、まあ、さっきからずっとウィングスで飲んでるんですけど、まあ、これで飲むと間違いないですね。滑らか、はい、滑らかな、滑らかですね、でも酸も美味しいし、口がちょっとこんな感じにキュンってなるとこがいいですね。ちょっとやっぱり熟成してるんで、なんとなくダージリンな感じもありますね。そうね、そういうちょっとオレンジピールだったりダージリンみたいな、ちょっとそういう系なイメージも出てて、複雑ですね。やっぱりこう熟成してる部分、やっぱりキーワードがいっぱい入ってて、そんな爆発、さっきのグロフリエルが凝縮感があったんで、これ初めに飲んだらこっちがバーッとかなったんですけど、グロフリエルがやっぱりちょっとやっぱりあれもいいんで、結構いいとこ行ってますねグロフリエルはね、っていうところでね、まあそういう3本の比較すると、まあだからまあ大体思った通りですよね。ウェブレーはまあその水煮っぽい感じなんで、ちょっとそういうミネラルな感じで、ちょっと赤い果実ふわっとした優しいお嬢さん的な感じなんですけど、まあこっちはやっぱりしっかりしてますね。凝縮度もしっかりしてるし、もう何も言うことがないですね。まあそんな感じですね。でまあでもお値段の方が、まあフェブレグルフレールあたりがまあ大体今楽天市場で大体3万円前後ぐらいで、まあ DRC がなんともう楽天市場だと40後半50みたいな感じですね。まあ高いのはもっといっぱいあります。まあそしたら15倍ぐらいになるんですけど、15倍っていうとグルフレールとだったらいい勝負してるんで15倍はないと思うんですけど、でもやっぱり DRC は開けた価値があるっていうか特別感があるし、ね、グルフレールだったらなんとなくリッシュブルグラメで飲んじゃうかとか、ね、伸ばせるんですけど、まあありがたく飲めるワインとしては最高峰、もうなんだろう、一生にもうこんなに値上がっちゃったんで、一生に一回飲めるかどうかっていうワインかもしれないし、まあそういうのをね皆さんとねこれから飲んでいくんですけど、飲めて、でまあ今回開けてみて全部ある程度健全だったんで、お出ししてそのおかしくないっていうパフォーマンスを出せるダブルゴーにも、まあ6周年というところでなんか実力がついてきたんかなみたいな感じでいいですかね。はい。じゃあまあそんな感じで。